生活プロデュース学科子どもサービスコースの鈴木萌香です。よろしくお願いします。総合ビジネス情報学科ビジネス情報コース2年の遠藤来乃と申します。よろしくお願いいたします。あんなこといっぱいあったよね。何だった？なんかでもそもそも就職活動ってどうやってやるのかもわからなかったし、なんか就職自分がどういう、なんていうの、段階を踏んでしていくのかもわからなかったし、何をしたらいいのかも本当にわからなかった、その何から始めればいいのかもわからないし、すごい大変だったよね。なんかやった？私は、あの1年生の後期にある就職活動実践演習っていう授業で、その一から教えてくれる授業があったので、それを取って、あの授業を受けてたら少しずつ分かってきたかな。確かに。どうだった舞香ちゃん？私もその就職あの授業の中で授業の中で結構学んだこともあったし、あとインターンとかも結構私はなんか働くってこういうことなんだっていうのを学べたから、それも結構就職活動につながったかなって思った。あ、確かに。なんか結構全般的にさ、なんか、こういう感じでやってくんだって結構ためになったけど、私はなんか8回目のなんかエントリーシートの自分の強みの書き方みたいなのが、そうすごくなんか実際エントリーシート書くときも役に立ったから良かったって思った。全く同じこと言おうと思ってた。ね、すごかったよね、あれ。結構赤ペン先生みたいな感じでね、添削してくれて、その就職活動がまだ始まる前だったから、あんまりあの印象イメージは湧いてなかったけど、その何進路登録カードにその書くことによってさ、あのなんていうのかな、そうなんか改めてさ自分の強みも知ることできたし、なんか置き換えみたいな言葉も教えてくれたから、なんかこういう感じなんだって思った。そうこの授業やって、その私就職活動のスタートダッシュが切れたから、すごいいい授業だったよね。思った。就職サポートはやっぱりその CS 課に行って、もう何をすればいいのかわからないっていうところから、もうなんかその自分に合ったのを勧めてくれたりだとか、もう自分で面接エントリーシート書いたら添削してくれたりだとか、なんかすごい親身になってくれたから、すごい私はやりやすかったなって。そうだよね。CS 課でそのなんか就職活動って何っていうところから、その面接の練習とかも、あと自分、あなたはこういう職場が合ってるんじゃないとか、そういう、なんだろう、アドバイスとかも出してくれて、すごいあの心強かったよね。しかも結構さ人数がいるからさ、まだ時期が早いうちから行けば結構もう空いてるからさ、いっぱい話せるしね、優しいよね、CS科の人。なんか私ちょっと余談なんだけど、なんか少し何たわいもないこととか話してくれたりして、もうなんていうのかな、もう親みたいな。なんかさ普通に他人の先生と同じくらい結構なんか仲良くなれるじゃないけど、なんか自分が好きなこと言ったら、あ、そういう好きなんだみたいな、顔が膨らましてくれるよね。でなんかそこからなんかそのポイントポイントを汲み取って、そのなんか就職活動のことにつなげてくれたりとかするから、すごいなんか親、みたいな、なんかその生まれた子供をなんかスラッチに、ちゃんと就職して大学卒業みたいな、そこまでなんか導いてくれるから、すごい CS 化いいところだよね。よかったよね。よかった、私はなんかもう自分がエントリーシートを書いて、結構期間ギリギリにやっちゃうタイプだから、もう急いでエントリーシート書いて、その CS 課の人にすいません、見てもらっても、あの急ぎ目で見てもらっても大丈夫ですかって頼んだら、もうなんかすぐ添削してくれたりとか、なんかこの日あの面接で面談できるみたいな感じで、なんか向こうから結構積極的に応援してくれたから、すごいいいなと思った。わかる。あと面接練習とかもあのやってくれるサポートがあったけど、私はもともと人と目を合わせて喋るのがあんまり得意じゃなかったんだけど、その先生のアドバイスとか
例えば眉間を見た方がいいよとか、うん、そういうアドバイスとかを教えてくれたから、うん、なんか人と喋るのが結構得意になれた、めっちゃ目見てるもんね眉間見てるのいや眉間も見てるし、うん、なんかちゃんとあの後々目も見れるようになったから、うん、すごいあのそこまで見てくれるだなって思いました、うん、分かる。しかもちゃんとさノックの仕方とかからさ、うんうん、面接練習の時だと教えてくれるから、え細かいところまでね、そう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 、ちゃんと教えてくれるからすごいいいなって思った、うんね、わかる、うん、で私が一番大変だったのが、うん、会社にエントリーするのは大体3社くらいがいいって言ってるんだけど、うん、私はちょっと多く取っちゃって6社受けちゃった時に、うん、あの例えばあの面接の日であったりあの履歴書の提出の期間とかがもう、うん、あっちやこっちやに、あのもうスケジュールが埋まっちゃってキャパオーバーになっちゃったのが一番大変だったんだけど、もう自分でよく考えたり親とかと一緒に考えて一回選考自体とかしてちゃんと自分の何やりたい道をじっくり決めることができたから、あの時は大変だったけど、うん、自分の糧になったからよかったかなとは思った、すごいね、ちゃんと克服したんだ克服できた、私は結構あの一つのところに絞り切っちゃってて、なんか二つ同時にやろうと思ってたんだけど一個の方がちょっとおろそかになっちゃってて、でも結局その自分が行きたい第一志望のところに受かったからよかったんだけど、もしその第一志望のところに落ちちゃったら、うん、なんかもうあの他に選択肢がなかったなってそう思ったんだけど、でもやっぱりあのもしあの選択肢がなかったとしても、うん、CS 科の人とかが多分 あなたはこういうのが似合うよとか言ってくれるから、うんまあ、少し安心な気持ちはあったかな、そうだよね、うん、すごく不安なこともたくさんあると思うんですけど、社屋に入ったら楽しいこともありつつ就職活動もしっかりサポートしてくれるので、ぜひ、頑張ってください。今ご覧になっている皆様は全く就職活動についてわからないという方も多いと思うんですけれども、私も最初は全く就職活動についてわからない状態でした。ですが社屋短期大学に入学してからはあの先生方の温かいサポートによってここまで内定を取るというところまで、導いてくださったので、皆様もし湘北短期大学に入った際にはぜひ、CS 科などのサポートも受けてみてください。それでは皆さん湘北で待ってます。